所で男子シングルス準決勝を行います。今大会の相手を圧倒している姿をお客さんに見てほしいという目標を実行し続けており、新記録達成に向けて力を応募です。一方 NTT 東日本桃田健太選手、社会人としてそしてナショナルメンバーとして急成長し、9月の全日本社会人では優勝を果たしています。去年のこの大会では経験に勝る加護選手に敗退しました。今日はリベンジに向けて気合十分です。昨日の準々決勝では同じくナショナルメンバー坂井佐久正選手を完全に引き出してきました。サウスポーから繰り出す芸術的なテクニックと勝負どころで高い決定率を誇る強力なショットで決勝進出を狙います。あとで。